じゃあ今日。よっしゃ。はい、皆さんおはようございます。今日なんですけど、初めての Vlog 系で行こうと思ってて、最近ウィナーズがね、始まったじゃないですか。ウィナーズ、はい、e フットボールチャンネルっていうね、ウィナーズっていうチームで僕今サッカーやってるんですけど、ちょっとね、体が動かなさすぎるんで、ちょっと、今日からね、少しずつトレーニングをね、始めていこうかなと思います。はい。なので、今日ね、ちょっとトレーニングまでの、一日と、あとはね、ちょっとマーカーとか、空気入れとかね、そういうちょっとトレーニングに必要な、ものが何もないので、ちょっとそれを今日ね、買いに行って、そこからトレーニングして、っていうちょっと一日を、今日は撮っていこうと思います。じゃあ行きましょう。はい、今日ね、この渋谷のカモ、はい、カモにね、来ました。今からね、マーカーとか、チューブとか、ちょっとガチでトレーニングに必要なものを、ちょっと買っていきたいと思います。えい。はい、ということでね、マーカーとチューブ、買いましたので、これからちょっとトレーニング行きたいと思います。レッツゴー。はい、中野のね、いつもグラウンドに着きました。はい、スタッフも合流したので、はい、今から、カメラ変わりたいと思います。変わりたいと思います。お願いします。はい、まあおにぎりと、まあサラダと、プロテイン、ちょっと練習前に、栄養を取ってやっていきたいと思います。うまい。いや、マジね、ウィナーズね、体が動かなさすぎてちょっとやばいんで、ちょっと青森山田にボコされたんで、ちょっと一回気合い入れてね、今日もね、もう35度ぐらいある、今日35度、35度があるよね。ちょっとその中でもね、どれだけ自分を追い込めるのかと、今日俺は本田圭佑になります。自分のこと、自分のこと本田圭佑って呼ぶんで、今日はだから、ちょっと今日はガチでトレーニングして、でマーカーも買ったし、チューブも買ったしね。紹介してたんで、はい、紹介します。はい、紹介系 YouTuber、 商品紹介。はい、こちらマーカーギャビック。はい、ガビックです。ガビック、あ、ガビック、ガビックじゃないです。ガビックです。はい、ね、チーム用だから、やっぱめっちゃいっぱいある。はい、であと使いこなせない、そう、このチューブね、これすごい大事ですよね、やっぱり。これすごく大事ですね。ちょっとこの2つでしっかり今日トレーニングやっていきたいですね。じゃあちょっとトレーニングやっていきましょうか。まずちょっとね、一回ジョグ入れます。やっぱね、筋肉が固まってんだよね。そう、正直全然さ、引退してもさ、全然できるっしょって思ってたけどさ、そうっすね、やっぱね、5年経ってみるとね、全然やっぱ体動かないんだよね。
だからまあね、こういうウィナーズっていうね、嬉しい企画に呼んでもらってるっていうことをきっかけにね、もう一回サッカーに真摯に向き合ってこうね、やっていけるためにもね、ちょっとトレーニングしてやっていきたいなと思いますよ。はい。まあ、ただやっぱり高校生の時よりさ、考えれるじゃん、大人になったから、はい、だからこう、なんだろう、サッカーに対してすごい今の方がむしろ考えてるかもしれないね。そう、高校の時は結構感覚的な部分でやってたところが多かったから、そう、やっぱ動けない分しっかり考えてやらないといけないからさ、まあとりあえずね、ちょっとしっかり今日は動いていきたいと思います。行きましょう。最後上げよう、出し切ろう、後半ロスタイムだよ。はい、どうでした？トレーニングね、
マジきつかったけど、マジで結構追い込んだよね。髪型やばいけど、だいぶ追い込みました。なので、ちょっとね、軽くこういうタンパク質だけちょっと取って、あの家帰って、風呂入って、ストレッチしてやりたいと思います。今日結構追い込んだね。だいぶ追い込んだでしょ。ゲームの時は知ってんの、マジで。いや、めっちゃ頑張ってましたもん、今日。最後のスプリント、マジで、ちょっと吐きそうなのかも。マジで。結構ダッシュでしたもん、本気で。まあ、でも試合で負けるよりいいよね。うん。ウィナーズのため。ゴー、ウィナーズ、ゴー。はい、ということで、今日はね、自主練をしてきました。はい、まあ、今日はどっちかというと、ちょっと、スプリントだったりとか、まあ、ちょっとフィジカル軽くちょっと入れつつ、まあ、その中でも、ボールタッチがぶれないように、ボールを使いながらの、まあ、ちょっとフィジカルとかね、まあ、ちょっと、体力をね、戻していくっていうのを徐々に徐々にいきなりね、あのガッてやっちゃうと怪我にもつながっちゃうので、まあ、今日ぐらいの強度を、もう少し徐々に上げつつ、やっていきたいと思います。はい、まあ、本当にウィナーズに参加させていただいてから、トレーニングをねする機会も、増えてきたので、もう少しちょっと自分の中で体動いて、本領発揮できるように、ちょっとこれからも、こういう Vlog 系どんどんトレーニングでやる際には撮っていこうと思うので、よろしくお願いします。ということで、今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、このチャンネルではですね、日本一サッカーが上手くなるチャンネルというテーマで、サッカーの技術から、こういう練習だったりとか、あとまあ考え方とか、あとは対決系とかね、コラボ系もどん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 これから、上げて、もう最高に面白くなると思いますので、ぜひね、いいなと思ったら、チャンネル登録だけ、してってもらえたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。